こんにちは。現代のもののけ姫ことまこです、今日はなんと大分県の別府市まで来ました。で、なぜ大分に来たか、別府市に来たかというと、もう別府市にもロボケアセンターがありまして、ロボケアセンターでちょっと2泊3日の旅行プラストレーニングもあるっていう春フィットツーリズムというのを体験しに来ました。私もこれから春の体験、今までやってた在宅でやってた分の成果とかをいろいろ見ながら、あとこの後は地獄谷っていうところに観光しに行きます。で、この大分ロボケアセンターの特徴が あるんですけども、まず一つこれですね、障害の方だけじゃなく健常者向けのセミパーソナルジムっていうのも7月からオープンしたそうです。で、あと全国の中で2例目となるんですが、この春の腰タイプを使って、これか、春の腰タイプを使ってアスリート向けの新しいプログラム、ニュール春プラスというのも全国で2カ所目になりますが行っています。そのニュール春プラスっていうアスリート向けのプログラムは、前田健太選手も行っているっていうプログラムなので、こちらチェックしてみてください。はい、じゃあそれでは今まで在宅でやってたプログラムの成果と、あとは、腰春じゃなく下肢の方で、久しぶりに歩くっていうのをやるので、やっていきたいと思います。倒れない範囲までですね、戻ってこれそうかなっていう範囲を教えてください。こうなっちゃうけど、いいよ、どんなかっこいいなと思うより戻れればいいです。戻る、おお、でもマコさん前より来てる。ちょっと一回振動体験してみましょうかね。体幹でね、こうしっかり立ってください。足がかかると効果が出るので。かゆいね。どう？頑張る。よし。で、骨盤を前後に頑張って動かしてください。そう。前後に大きく。そう。いきますよ。レッツゴー。投げない。痒い。この起こした時にめっちゃ痒い。すごいね。
かゆいね。かゆいね。次はお尻を頑張ってあげてください。はい。右左。で、できれば頭のポジションが左右に動かないように頑張ってやりましょう。そうそうそう。手をあんまり使わずに頑張ってね、体幹の筋肉だけで、そう、引き上げる。そう、引き上げるイメージ。引き上げる。引き上げる。そう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 。引き上げる。引き上げる。そう。そう、いいよいいよ。はい、OK、行け行け。ただ結構いけるから、外しちゃっていい？ああ、うん、全然。ぐーっと上げて、そう。ここでキープ。はい、いいですか？はい。バランスで、ね。厳しいことさせるね。あ、そういうこと。座ってるだけでいい。そうそうそう。で、こう。ほら来た、ほら来た。こう、頑張って。そう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 。ほら来た。ぐっと。ほら来た。骨盤立てて。ほら来た。そう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 。先生、先生一同は日頃の成果を十二分に発揮し、先生どうぞどうぞトレーニングに上げることを使います。そう。はい、オッケー、行け。左手行ってみましょう。左か、苦手なんだから。そう。頑張って。お、いいね。骨盤のポジションはいいですよ。先生、我々先生一同は日頃の成果を十二分に発揮し。トレーニングに励むことを誓います。令和2年7月18日選手代表渋谷真子。30秒で終わらなかった。終わらなかった。頑張った。頑張って。はい、よし、OK。 手が前に行ったよ。そう、でシェイプも意識して。そう。頑張って。よし、オッケー。ちょっと休憩します。暑い。ああ。ちょっとこの姿勢で頑張ってみよう。せーの、1。そう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 。はい、リラックス。はい、2。そう、リラックス。3。ハルの特徴として、装着した人の動かしたいという信号をハルが読み取り、自分の意思に従った動作をサポートしてくれます。それを繰り返すことにより、体の機能向上が促され、ハルを外した状態であっても、体を自由に動かせる可能性があるものです。とまあ、難しいことは言いましたが、ハルをつけるたびに、本当に毎回驚かされます。詳しいことなども含めて、ぜひこちらの動画も合わせてご覧になってみてください。よし、いきますよ、声に合わせて。せーの、1。そう。2。あ、でもいいね、膝も。3。はい。4。はい。10。はい、OK。いや、もう考えることをしないから疲れるね。疲れますね。普段やっぱやらないから大切だわ、本当。考えること、使うこと。でも忘れるからね。はい、九。せい、せい、せい、せい。はい、十。せーの、三。はい、行きましょう。はい、はい。はい、ちょっと休憩ね。ああ。お、いいじゃん。はい、こっち頑張ろうか。左の振り出し頑張ろうか。右はいいわ。左、そう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 。はい、右。よし、体重乗せて右に。そう、 OK、 OK。 はい、もう一回体重乗せて。そう、ラスト5秒。よいしょ。サイド、はい。
ですよ、マグさん。あー、暑い。でも、出てた出てた。すごい勢いで出てきてたけど出てた。あんな大股でも、なかなかやれてない。もうちょっと落とします。内側に入るね、うん、よいしょ、うん、よいしょ、はい、一回止めます。はい、お疲れ様。オッケー。疲れた。疲れた。感想はどうですか？いやでも確かに前のつくばの時よりすごい歩きやすい、ね、出てましたね。本当に電源がしっかり出てるし、軽い出す時が、うんうん、よかったよかった、ね、日頃のトレーニングの効果が出てる証拠ですよ。そうですね、うん、やっぱ大切ですね。でやっぱり本当に体幹鍛わったから結構本当に体重がまっすぐ落とせるようになってる。そこなんですよ。でも右足に体重乗せる感じはすごいなんかね、分かるんだよね。だから今日ね、もう自分で歩いてる感がすごかったです。うん、お疲れ様でした。あ、浮いてるって素敵。ジュリー・オングだね。そうそうそう、女は海。